モテ男クラブへようこそ。いらっしゃいませ、関口美奈子です。今回は好きな人と両思いか確かめる方法10選をお伝えしていきます。このチャンネルではあなたがより魅力的なモテる男性になるためのヒントをお伝えしています。好きな人が自分のことをどう思ってるのか気になりますよね。この行動やセリフは多分脈ありだと思うけど両思いかなとか、両思いなら思いを打ち明けたい、そんな風に今回思っている男性に向けて両思いかどうか確かめる方法をお伝えしていきます。これからお伝えするチェック項目に当てはまるなら彼女はあなたに気がある可能性大です。女性の本音を見極めて両思いかどうか確かめていきましょう。まず一つ目は、些細なことに気がついてくれるかどうか。女性は気になる男性が話した内容やちょっとした出来事をよく覚えているものです。そういえばあの話ってどうなったのとか、指切れちゃってるけど大丈夫など、あなたが話した些細な内容やちょっとした手の傷、体の変化などを気がついて気遣ってくれる場合はあなたのことが気になっています。二つ目は、一緒にいて居心地がいいということです。両思いってその名の通り、お互いが思い合っている状態のことです。会えない時はお互いの気持ちがわからなかったり不安になることもありますが、一緒にいる時お互い好き同士ならとても居心地がよく感じます。お互い同じ気持ちでいる時は不思議と心地いい空気が流れるものです。あなたは好きな女性と一緒にいると落ち着きますか？そして彼女もあなたと一緒にいる時に安心してくれている様子ですか？この2つが当てはまるなら両思いの可能性は高いと言えるでしょう。3つ目は、友達から本当お似合いだよとよく言われるということです。あなたと好きな女性の共通の友達から頻繁にこのように言われる場合、第三者の目線から見ても2人がとてもお似合いで仲良く見えている証拠です。合わせて〇〇ちゃんのことをどう思ってるのと本音を聞かれた場合は、彼女から相談されてあなたの安心を探られている可能性もあります。こんな時は素直に、実は気になってるんだよねと打ち明けてみてください。もしかしたらその友達が2人の仲を取り持ってくれるかもしれませんし、彼女も気になるって言ってたよなんて嬉しい情報が聞けるかもしれません。4つ目は、何気ない連絡を毎日しているということです。かしこまった連絡ではなく、フレンドリーなメッセージのやり取りを毎日もしくは頻繁にしているなら、彼女はあなたのことが気になっている証拠です。女性は男性以上にメールや LINE のやり取りで相手の愛情を測ろうとするものです。つまり好きな気持ちが強ければ強いほど連絡もしてきますし、なるべくたくさんメッセージのやり取りをしたいと思っているんです。くすっと笑えるようなスタンプや、今日こんな料理作ってみたよと自分の何気ない日常を教えてくれる場合は、小さなことでも知ってほしいと思っているからです。これぐらい連絡を取り合っているなら、あなたは女性にとってかなり近い存在です。そろそろ告白しようかななんて考えてみてもいいタイミングかもしれませんよ。5つ目は、脈あり発言をしてくるということです。一緒にいる時に好きだなって思う人としか会いたくないよとか、ほんと〇〇くんってかっこいいよね、そういうところ好きだななど、女性の口から遠回しに好きという言葉が出てくる場合はかなり脈ありの状態です。あなたからもアプローチを待っている状態です。好きという言葉以外にも、一緒にいると楽しい、ほっとする、癒される、会えるの楽しみなどといった言葉を頻繁に言っている場合は、彼女もあなたのことが好きでかなりアピールしている状態です。6つ目は、自分が困っている時に気づいてくれるということです。自分が困っている時に彼女がいち早く気づいてくれてサポートしてくれる、そんなことありませんか？これは社内やバイトの職場恋愛でよくあるシチュエーションですね。あなたのことが好きで気にかけている分、気づいてくれている可能性が高いです。彼女があなたをそっとサポートしてくれた時は、助かったよ、ありがとうと声をかけましょう。彼女が嬉しそうな様子なら脈あり確定です。7つ目は、恋バナをしてくるということです。もし彼女ができたら、どんなデートがしたいとか、どんな女性が好みなど、あなたの恋愛事情を気にかけている様子なら、あなたの好みを把握したいと思っている証拠ですね。
そこであなたが好きな中華のお店があるから彼女ができたら一緒に行きたいなといった場合、彼女からどこのお店、私も行きたい、連れてってなどテンション高めで返答してくる場合は、恋バナをしつつあなたにアプローチをしている状態です。あなたからも会話を盛り上げて仲を深めていきましょう。一緒にいる時の彼女の仕草をチェックしましょう。女性の中には素直なタイプの人もいますし、ちょっとツンデレでなかなか素直になれないタイプもいます。男性から見るとややこしいと感じるかもしれませんが、本当は好きだけど素直になれないなんて人もいるんです。好きな女性の本心がわからないという場合は、一緒にいる時の女性の仕草に注目してみてください。一緒にいる時、彼女の口数が少なくてもあなたに好意を持っている可能性は十分あります。女性の仕草をチェックしてその本心を見極めていきましょう。8つ目は、話している時女性の体が自分の方を向いているということです。人は無意識に好きなものや人に体を向けて話しています。そのため顔の向きだけではなく、つま先や膝、腰などがあなたの方向を向いているなら、その方はあなたに興味を持ってくれていると考えて間違いないでしょう。そしてその時間が長ければ長いほど、あなたとの距離感が心地よく、一緒にいて楽しいと感じています。苦手な人を前にして愛想笑いすることはできますが、足とか膝、腰などの下半身は嘘をつくことができません。彼女の本心が気になるという場合は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。9つ目は、よく目が合うということです。あまり話さないのに好きな人とやけに目が合うなぁと思う場合は、彼女もあなたのことを意識している可能性が高いです。1日に3回以上目が合うなら、きっと彼女もかなりあなたのことを気にかけています。話したくても話せないと思っているかもしれないので、ぜひあなたから話しかけてみてくださいね。10個目は、あなたと同じ動作をするということです。一緒に話している最中、あなたが水を飲むのに合わせて彼女も水を飲んだり、肘をついたら彼女も肘をついたり、こんなことありませんか？このようにあなたと同じ動作をする場合、女性はあなたに好意を持っていて、無意識にあなたの動きを真似ている可能性が高いです。これは心理学的にミラーリングと呼ばれているもので、動作だけではなく口癖が似ることもあります。一緒に話しているときはもちろん、やり取りをしている LINE なども一度振り返ってみてください。同じようなスタンプ、言葉遣いをしてませんか？もしそうなら、彼女はあなたに気があって距離を縮めたいと思ってますよ。好きな女性と両思いか確かめる方法10選をまとめると、1つ目は些細なことに気がついてくれるかどうか、2つ目は一緒にいて居心地がいい、3つ目は友達から本当お似合いだよとよく言われる、4つ目何気ない連絡を毎日している、5つ目脈あり発言をしてくる、6つ目は自分が困っている時に気づいてくれる、7つ目は恋バナをしてくる、8つ目は話している時女性の体が自分の方を向いている、9つ目はよく目が合う、10個目はあなたと同じ動作をするということでした。女性は気になる男性を目の前にすると、つい行動や言葉から本音が出てしまうものです。一緒に話したり LINE をしている最中に、これってもしかして両思いなのかなと思った時は、ご紹介したチェック内容を参考にしてみてください。また中には本当は好きだけど素直になれないという女性もいます。目や顔、口では本音をごまかすことはできますが、仕草や体の向きなどは無意識な部分なのでごまかすことはできません。女性の本音が気になるという方は、仕草にも注目してみてください。この動画が良かったなという方は、いいねとご登録お願いします。通知もオンにしておいてくださいね。下にコメント欄あるので、感想など書いてもらえるととても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。